軒家正勝が長年蓄積してきた独自の一軒家理論を証明する番組である。今回の実践ホールは大阪府茨城市にある気候なタウン茨城サイト店。ゴージャスとかギャルとか萌えとかいろんな女性がいるんですけれども、私的にはメガネっ子一軒家正勝の勝つ2013年度5回目の実践をお伝えしてまいります。でですね、今回も前回同様、2連勝しておりますね。このお店では相性のいい気候なタウン茨城サイト店さんでの実践ということになっております。抽選の結果ラッキーセブンいただきました。多分前の人たちはみんなねスロットの方に行くでしょう。ラッキーアイテム魚ですけど行かないよ。魚を追いかけるのはサザエさんにお任せしてですね、私はですねこのラブジョープラスの方に向かいました。朝からゴージャスに楽しんでみたいと思いますね。女の子たちに囲まれたいです。で、ラブジョープラスを、まあ、1台を抑えて、前回ガラファイナルが非常によく回っていたので、そちらも見に行こうかなと思っております。まあ今回は埋まることないでしょう。まあ時期的にもう大丈夫でしょう。あれだけ台数もありますし、ということでやはりラブジョープラスから実践スタートということになります。さあ、まあ、一周空いてしまったんですけれども、今回もですねコーナータウン茨城サイト店さんにお邪魔しております、ね、茨城サイト店ね、はい、お邪魔しております。で、まあ、このお店では2連勝しております。ただ初期投資がこれまでかさんでいるので、なんとか早い初当たりをゲットしたいと思います。頑張ります。ツイッターでこの子選んでって言われてた子があるんで、その子にしてみたいと思います。誰かと言いますと、クラブリュクスの水谷ノアちゃんです。全く知りませんよ私は。だからツイッター上で希望があったのでこの子にしてみたい。いや、ね、どなたを選んでも本当に美しいキャストさんばかりなんですけれども、いやもう目移りしちゃってたまりませんね。じゃあそう言っときましょう。さあ、そしてですねこれ打ち始めてすぐなんですけれども、いきなり先読み激ラブゾーンに入りました。大体3割ぐらい、まあ信頼度的にはね、まあそこまで激アツっていう感じでもないんですけれどもね。ただここからやっぱり当たりにつながることが一番多いということですね。そうなんですよ、みひろさんがね六図柄なんですよね。どの店を選んでもみひろさんを選びたい。私はみひろさんを本当は選びたい。かわいいよね。お願いします。まあ平和なんで疑似音欲しいところです。ただね、これ後で分かったんですけど、疑似音は、もう超激アツということですね。超激アツ、お分かりですね。疑似3で発展しております。さあ、そしてこのカットインの後に、今現場でも言ってますけど、いらっしゃいませ予告があると激アツです。あー、もうこの時点でないですね。激ラブ行ってもいらっしゃいませがないと、やっぱり若干弱いっていう感じになりますね。さあ、そしてですね、この選んだキャストのリーチが3種類あります。おねだり、くどき、バースデー、一番熱いのがバースデーということなんですが、まあそれほど信頼度変わりません。どれ言ってもここまで行くと、要はこの後にナンバーワンの助っ人がなかったらということなんですが、もう全然ダメですね。ダメです、もう諦めてください。まだまだこれが最初のリーチですからね。で、最終的にここから逆転というのはなかったということになります。まあいいでしょう、最初の500円でね、激ラブ入ったんだったら、まあ感触的にはいい感じですね、本当にね。まだ4000円目ですけど、ここまで回ってます。96回、非常にいいですね。回らないなと思っても18回転ですから、まあ、全く問題ないと思います。まあ、鳴らして24回ということですね。嬉しいですね。
さあ、まあ交換食で続けておりますが、いや本当に周りの方もねいい感じなので非常に気分がよく打てております。でドッキーっていう先読みがあってからの、いきなり激ラブということになりましたね。ただこれまあ保留の最後のところだったんですよね。あの500円を使って玉なくなったって言ってメモを取ってる時だったんですけれども、まあなので保留なしでどうなのかなと。でこれでもちろんギジさんですね、スキージャンプナイスですけれども本当にね。これキャストが揃ってのラブリーチ、いらっしゃいませ。そうそう、さっきも言いましたけどいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。王国がないのかい、ないのかい、おい、ないな。そうですか。まあこれだからパターンとしてはさっき最初のね見せたリーチと一緒なんですよね。でバースデー、バースデーは一応一番いいところで、さあこのここからの煽り、ナンバーワンキャスト原美恵さん、ナンバーワン原美恵さんいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。まあまあ一応これで、これなんか撮影自体は2年ぐらい前にやってたとかおっしゃってましたけどね、かなりこう前からねやっぱり企画からスタートして時間かかるんですね、台作るっていう。あー、カットイン赤、ここでトラ柄欲しかった、トラ柄欲しかった。どうですかい、やっぱりいらっしゃいませが重要なんだよね。いわゆる、まあ、萌えカットインみたいなもんかな。やっぱホゼロやったのあるんかね。これ言ってるどうやろうな。でも激ラブに入れたってことは、さあ、珍しいシーンですけれども、まあああやってね、あの一度ディレクター兼カメラマンとこうディスカッションしながら実は現場では打ってるということなんですけれどもね。で、今回は正真正銘のこれがホゼロからのスタートということになります。これは完全ホゼロだわ、ね、この記事はもう絶対そうだろうっていう感じですよね。でリーチがかかってからのこれでおそらく記事3ということになりますね。でこれがですねルクスのキャストが全部出てきて、この流れなんですよ、この流れで、いらっしゃいませが入るかどうかと期待していたら、これは熱いよ、ホゼロだけど熱いよ。これで話変わってきたなと、ホゼロだったんですけどちょっと変わってきたぞと。いやーこれでナンバーワン来たらもしかしたらあるんじゃないかなという感じになってますね。ノアちゃん、ノアちゃん、くどかせてお願いします。はい、だよね、ハラミゲさん手伝って手伝って、今日逆にも何もさせてください。いや高いの持ってきたんじゃないの、そんなこと言いながらもうお店の売り上げに貢献しようと思ってんじゃないの。カットイン赤、どうでしょう。あーほらね、ほらね、もう入れちゃって入れちゃって、シャンパンどんどん入れちゃって、どんどんピンどん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 、何言ってんでしょうか。さあということで嬉しい初当たりをいただきました。 7.5 本でございます。166回転、
さあそしてですね、マックスタイプで 77.5% 確変ということなんですが、実は電鎖がつくのが 50% しかないという、まあそのね、いわゆるマックスの入り口がちょっとねハードルが上がってるよっていうタイプなんですよ。でこのカウントダウンで延長券が取れれば電鎖がつきます。ありがとうございます。そうしましたよ、ありがとうございます。初手から電鎖です。いやこれね潜るとね辛いんだよね、どんどん出玉ね削られちゃうからね。さあそして延長ラブラブモード突入ということになりました。今日は早かったね、7500円。いやもう周りも文句なし、あとはどれだけ勝てるか。5連勝です。まあこの後ねアフターデートに持ち込んで口説ければ確変継続ということになります。いわゆるバトルタイプですね。あ、ただねこれがねいきなり16ラウンドの当たりなんですよ。これ一番嬉しいパターンです。はい、来たどーん。これが一番嬉しい当たり。7です、ありがとうございます。16ラウンドいただきました。これでノアちゃんを攻略ということになります。さあそしてノアちゃんを口説いたということで次のキャストに変わっております。これまなみちゃんですね。でねこれデジタルがね回ってるんですよ。これ確変値はこのデジタルで速攻当たりますよ、見ててください。はい、これでもう大当たりですね。で当たりはもうすぐ分かってそこからのアフターデートのプロセスを楽しんでいただくという台になってますね。8ラウンドは8ラウンドです。今ランプを見て確認しましたが、でさっきパンダが出てましたよね、ラグパンダ、あれがチャンスアップのキャラクターです。ちょっとねその前のお酒飲んだ感触とかが良くなかったんですよね。さあどうなんでしょうか、まなみちゃん。いやいや何東北弁なんか喋っちゃって、そんなもう東京出てきているから次表示も喋れんでしょ本当は。あえてでしょこの暴言っていうのはね。さあどうなのよまなみちゃん、あ行きたいんだ、行きたかったらもう最初に行きたいって言ってよまなみちゃん、ありがとうございます。さあお次のキャストはゆぎのちゃんでございます。ちょっとねショートな感じですけどね、割とねゆぎのちゃんみたいな服装好きなんですよね僕ね。なんでこれがもう当たりましたね。さあここからですよ、また問題はね、まだまだ8ラウンドです。そうなんですよ、この当たった時のランプが多分16だったらもう確変っていうことなんでしょうね。さあ、 あこれなんかいい感触ですね、割とね結構いいなあ、いいなあ、いい感じですね。夜景にしびれてちょうだい、ゆきのちゃん。あれあれ、え、じらし、またそんなテクニック持ってんだ、なんだよ、もう本当にあれなんだろう、さ途中まで良かったんじゃないの、あれ、うわーやられた、やられちゃいましたね。キャバラーでした、駆け出しキャバラーでした。で、ここに行くともう完全に通常です。くそー雪の、時短に入っております。時短中はですね、前作は杉原兄さんだったんですが、今回は右野さんということになっています。リラクゼーションタイムです。いいですね。でこの時短なんですが30、50、100とありまして、半分が時短入ったら半分が30なんですよね。でこれが分岐なんですが、ボタンプッシュでこれで継続ですね、50以上が確定したということになります。で、進めば進むほどちょっとセクシーになってくるわけですよね。えありがたいですね、もう今画面ガン見でしたね私ね。
さあそして、続いて50から100円の分岐に差し掛かるところなんですけれども、この手前でですね、このカットインがありました。これがですねリーチの煽りということになっております。で、上の顔まで出ればいいですね。これでリーチがかかりました。リターン中はもうリーチはね1種類しかないので、このなんていうんでしょうか、ロケットが発射されれば大当たりというね、わかりやすい感じです。想像してください。ああ、役立たず。さあ、そして分岐は嬉しい100回です。ありがとうございます。ラッキー100回。時短に入ってからの、だいたい 20% ぐらい。これが100回ということになります。まあね、言ってもマックスタイプですから。中身通常で400分の1なんですよね、100回あるとはいえ。最後もうこれでゼロと。ああ、みひろさん、ああ行っちゃった。引き戻しなし。あったあったり、まあ、100回時短取れたんですけれども、結局戻すことなく、2箱半ということになりました。16ラウンドあと2、3発ね、取りたかったんですけれども、ただまあ通常時の周り全く問題ないんで、このまま続けていきたいと思います。ラブジョプラス、前作よりですねキャストの人数増えたんですが、選びにくくなってます。私のナンバーワンはみひろさんです。